大前提ですけれども、治療っていうのは誰にでも起こりうることで、みんながみんななるものではないけど、なる人はなる、なんない人はなんない。パートナーが治療なんですっていうことで悩んでる人がいたら、それはあなたとは全く関係ないからね。私の魅力がもしかしてとか、私との相性がとかって思ってたら、全然そんなことで悩む必要はないです。シェリーのお風呂場、アヒルちゃんたち、今日は治療の話をしていきたいと思います。さあ、以前は早漏の話しましたけれども、これだよ。治療もすごく悩んでる人が多いなっていう印象があって、もちろんこのお風呂場のコメントもいただくこともありますし、そもそも治療っていうのは、まあまあこれもね、定義はないんですけれども、ざっくり国際的にはパートナーとのセックスで挿入してから30分以上射精までにかかる人のことをざっくり治療って言います。けどパートナーとのこの30分間最高に楽しめてるっていうんだったら全然治療じゃないし、自分で今行きたいっていう時に行けてるんだったらこれは治療じゃないと思います。自分が悩んでる、またはパートナーを悩ましてしまってるっていう状況はもしかしたら治療かもしれないので、そういう人はいろんなトレーニング方法だったりとか、こう対策があるよっていう話をしていきます。で、治療の原因、これはもちろん様々あるんですけれども、大きく言われているのはストレスとか不安で、普通に日頃の生活のストレスもすごくこれは関与してきてくるみたいで、例えばすごいストレスがいっぱい感じている時期に治療になっちゃったりとかっていうこともあるので、必ずしもこれは治療の人はずっと治療とか、治療じゃない人はずっと治療じゃないっていうことじゃなく、人生の中で突然治療になったりっていうこともあるっていうこともなんとなく覚えててください。もう本当に初めてセックスした時からずっと治療なんですっていう人もいれば、普通にセックス楽しんでたんだけど途中から治療になっちゃいましたっていう人もいますし、いろいろいるんですけども、治療もこれはトレーニングできます。で、早漏と違って治療っていうのはね、結構ね、自分でなんとかできることが多いと思います。逆に言えば治療っていうのはもしかしたら自分で悪くしちゃってるのかも。へえ。そうなんです。治療の原因の、まあ、一番大きいと言われている部分、一番多いと言われているのが誤ったマスターベーション。まあ、マスターベーションだけがセックスで、自分にとってはマスターベーション以外のセックスは何も興味ないっていう人はもちろん全然自分にとっての一番いいマスターベーションをしてればいいと思うんですけども、まあ多くの人はいずれパートナーとのセックスを楽しみたいなっていう思いがあって、マスターベーションっていうのはまあ自主練みたいに思ってる人が多いと思うので、もしいつかパートナーとしたいとか、パートナーともしてるっていう人だったら、その自主練の時に変なやり方をしちゃってて、そのせいでせっかくいわゆる本当の試合、本番の時に楽しめないんだったらもったいないよね。なので今日はこの正しいマスターベーションの話、あ、間違ったマスターベーションをしない話をまずしていきたいと思います。以前もセルフプレジャーの時にお話ししましたけども、これだよ。マスターベーションの仕方、絶対にやってはいけないのがいくつかありましたよね。思い出していきましょう。1つ目、床オナ。これは、まあ、床っていう言葉が入ってますけども、手を使わないマスターベーションのことです。床に限らず、何か物にこすりつけたりとか、自分で触って気持ちよくするんじゃなくて別のもので気持ちよくするっていうことをしているのはブブ、良くないです。これはやっぱりいざパートナーとのセックスをした時に、パートナーの体の中の当然床みたいな硬いものはないし、同じような刺激は与えられないので、そうするとその刺激がないと射精できないっていう体に癖がついちゃうんだよね。なのでこれってもし例えばずっと本当にもう若い時から床を直してて、自分は床を直しかしたことないっていう人でも、トレーニングをして床を直をやめていけば、もう手遅れです、もう私はずっとこれでやってきましたからっていう人でも大丈夫。ゆっくりゆっくり刺激を変えていくっていうことで、最終的にパートナーとのセックスを楽しめることになりますから。強グリップ、これはやっぱりね、気づかないでしちゃってる人が結構多いんじゃないかなって思うんですよね。
ギューってしっかり握ってしまうと、これもさっきと同じで自分の手の握力をパートナーとの体で同じ刺激を味わえないので、そうなるとその刺激がないと射精できないっていう体に自分でしてしまってる可能性がある。例えば膣内だったりパートナーの体の中で射精ができないってなると、まあ、後に不妊の問題になったりとかいろいろありますので、やっぱりパートナーと最後までセックス楽しみたいっていう人は強グリップ、これも気をつけましょう。強グリップの人は簡単です。グリップを徐々に徐々に緩めていけばいいだけなので、今自分が握っている硬さがどのぐらいかわからないっていう人は、例えば、うまい棒が潰れないぐらいの握りとか、ゆで卵が割れないぐらいの握りを想像すると分かりやすいかなと思います。え、待って、全然うまい棒潰れるんだけどっていうあなた、強グリップかも。これって人と比べないし、やっぱりみんな自分で徐々に徐々にこう覚えていくもので、なんならどん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 上手になったりさ、効率的になったりするから早くなったりもするわけ。そうするとなるべく早く短時間でこのマスターベーションを済ませようっていうことすればするほど、非現実的な射精の仕方を体が覚えてしまって、そうすると結果パートナーとのセックスの時にその状況を再現できないがために、どんなに頑張ってもどんなに頑張ってもいけなくて、最終的に行くまでの時間がすごく長くかかったり、最終的に本当にいや今日ダメだな、今日はちょっと無理だわっていうことがあったり、まあ途中で元気がなくなっちゃったりっていうこともあるので、そうならないために自分のマスターベーションの仕方を気をつけましょう。最後3つ目、これは足ピンと呼ばれる方法です。足をピーンって伸ばした状態でマスターベーションをすることを足ピンって言うんですけども、実はねこれピーンって伸ばした状態だけじゃなくて、例えば下半身にギューって力を入れたりとかするっていうのも同じで、パートナーとのセックスを楽しんでる時っていうのは相手の体もあるので、同じように足をピーンって伸ばしたりとか足にギューって力を入れるっていうことができないので、今までの理由と一緒、その状況が再現できないと射精できない体になっちゃう、それが癖になっちゃうとね。なので常にパートナーとのセックスでも再現できるような楽しみ方をするっていうのが一個ポイントかなと思います。あとこの治療っていうのはやっぱりこうメンタルの問題もすごく大きいみたいで、もちろん過去にすごくこのセックスでネガティブな経験をしてしまった、嫌な思いをしてしまったっていうのもそうだし、今のパートナーとのセックスの時になんかあダメだ今日もやばいかも今日もいけないかもって思うこと、このネガティブな思想もすごくやっぱりセックスの邪魔になってしまうし、で例えば今回がダメだやっぱりいけなかった射精できなかったってなった時に、その苦手なこのネガティブな体験をそのパートナーとまたする時にものすごい引きずっちゃう。でこれがまあストレスになってプレッシャーになって、やっぱりこのセックスすること自体がちょっと嫌だなって思ったり、いざ始まった時にあどうしよう今日も行けないかも、あ今日も行けなかったらどうしようっていう、こうメンタルがそっちの方にわーってこう集中しちゃうと、結果的にまあ本当に負のスパイラルだよね、ネガティブなこうずっとこう悪いことがこう回っちゃう、循環しちゃうっていうこともあるので、これは言葉で言うのは簡単なんだけど実践は難しいんだろうなと思うけど、とにかくなるべくリラックスして、今までのこのセックスの体験は今まで、今日は今日、今回は今回、このパートナーとの今回のセックスはこれを楽しもうっていう風になるべく気持ちを切り替えるっていうのも大事かなと思います。でここでねやっぱりパートナーのとのコミュニケーションが大事だなって思うのは、パートナーとこの悩みを共有できてればこのプレッシャーとかストレスってものすごく楽にできるんじゃないかなって思うんだよね。だから相手がそれをこうねいじってくるような人だったら、ソロの時もそうだけど、その相手と一緒にいる必要ないと思います。だけど相手と一緒に、あそっかそっかこれは悩みだし、これはでもこうこういう風にした方がいいよね、こういう風にしてこうよっていう話ができると、今日ダメだったらどうしようっていうプレッシャーもふわってなくなるし、こう話し合いながらちょっとこういう風にした方がいいかも、こういう風にこう形変えてもいいとか、こういう風にやってもいいっていうこう話を相手も分かってれば、あいいよいいよじゃあこういうのやってみようよっていうこともできるので、パートナーとこの共有するっていうのはすごく大事なことだなって思います。他にメンタルの問題で言うと、例えば
AV だったりとかこう性的なコンテンツをものすごいいっぱい見すぎちゃってて脳がめちゃめちゃ刺激を受けちゃってるっていうことも結構これは治療には影響するみたいなので、もしかしたら一つ自分でできる方法としてはなるべく AV とかそういう刺激の強い性的なコンテンツを見ないようにするとか、まあ、見る回数を減らす、見る時間を減らす、すんごい刺激的な、ああいう前も言いましたけど AV はエンターテインメントですから、あれを求めても現実世界にはないから、なので刺激を少し減らしてパートナーとのリアルなこの触れ合いだったりとかコミュニケーションとかそういうところから楽しんでいくっていうのもすごくいい方法だと思います。他にも実は薬の副作用で治療になってしまうっていう人もいるので、なので治療を治療したいっていう時に今薬を飲んでいるんだったらそれをいろいろ確認するっていうのも一つだと思います。他にもアルコールを飲みすぎてしまったり酔っ払っちゃったなっていう時に例えば射精がしづらくなったりとかセックスの途中でもう勃起ができなくなっちゃったりっていうこともあるのでアルコールを控えるっていうのも一個あると思います。あとは生まれつきの人もいるみたいなのでそうかもって思ったらお医者さんに相談してみてください。大前提ですけれども治療っていうのは誰にでも起こりうることでみんながみんななるものではないけどなる人はなる、なんない人はなんない、でなった人も自分でトレーニングして頑張れば治ることが多いと思ってもらっていいと思います。パートナーが治療なんですっていうことで悩んでる人がいたらそれはあなたとは全く関係ないからね。私の魅力がもしかしてとか私との相性がとかって思ってたら全然そんなことで悩む必要はないです。治療っていうのは今日もお話しましたけれども心の問題、メンタルの問題だったりとか体の問題だったりするので、もしパートナーとのコミュニケーションの問題だったらその時はもちろんパートナーとコミュニケーションをしっかりとってお互いにリラックスした関係を作るっていうことがとても大事だけども、あなた自身に何かこう問題があるっていうふうに思わなくて全然いいと思います。そもそもセックスのこう楽しむ長さってみんなそれぞれなので、自分治療だちょっと治療かも相手に迷惑かけちゃうかもって思っててもパートナーがいや長く楽しめるの最高じゃんっていうパートナーだったら何にも悩む必要がないし、これはパートナーと自分のペースだったりとか長さとかその楽しみ方が合ってれば全然悩む必要がないので、自分またはパートナーが悩んでたらその時はじゃあどういうふうに対処していこうかっていう話し合いをすればいいのかなと思います。ということで今日は治療の話をしていきましたけれども、もしちょっと言い方違うよとかここ触れなかったじゃんってことがあったらぜひ皆さんコメント欄にそれを入れてってくださいませ。そしていつものようにチャンネル登録とこの動画のいいねをよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。